トーナメント、C トーナメント、そして A トーナメント、B トーナメント、C トーナメントの0回戦、1回戦の、ルーザーズのプレイヤーの、勝ち上がった4人、A、B、C、ルーザーズで勝ち上がり、この4人で決勝リーグを戦ってもらう形になります。お母ちゃんが実は東進撃とそのね漫画化されるということでめちゃイケメンになってて笑いましたお、かっこいいですねFAB さんとかもねみんな出るんでしょうね。さあ画面端に追い込んできたのは PKC さんで、メイマスさんのレイム、メイマスさん20代になっております。素晴らしい、メイマスさんご苦労されたい。やっぱもっとロボ界使いはテンションゲージ以外にゲージがあると安心するでしょうかね。おっと投げていく、これはダウンも取れるぞー。かけ飛んでいく、隣の突撃ブロック、そうですね。さあ捉えて、さあ落として、落ちている、うわしょいからのやばい、誰だ誰だって感じでしたねあと1回行くとちょっとねジャスラック的なのが危ないからさあチャンス見てからここでジャンプエースですね。ジャンプ D がねダウンになってし2段目がダウンでかなり判定強いんで面白いですね。さあここでケビレヒリヒリヒと打って当たって画面中央針を投げつけます。さあこの滑空危ない、わーしょーい、画面8、空中投げ抜けて、じゃん、空中投げは、おおここは、ブラウザーウィンクルソンでバッケンスパイクですね。わーしょーい、これ最強技なんだけど、やばいやばい。わーすごい、手が伸びた手が伸びました、どっちだ、パンツを抑えた。友人激凛ダウン奪って溜めてゲージはあるが出した時が通ってしまう。もうこうなったらリバーサーバッケンしかないですね。ニュータイプになるしかない。足割りからシャールフクーゲルからロマンキャンセル、あーっと信じられなかった立ち返さな。2敗ホチーフ構えて投げてジャンディ激凛ダウン奪ってバーストでしっかり倒しきれるでしょう。これはあったまー、TK さんのジャム。これでお前はうちの店員ね。サービスでまかないあげるわろ。さあ、A 番台いきます。お待たせいたしました、 FAB さんのボチャムキンとマッサのエルフェルと A 番台です。この後は俺とアインマンです。でその後ヨシクムさんのスレイヤー、フモさんのエルフェルド、最初 A トーナメントから順番にと言いましたがルーザーズトーナメントの関係で ABCABC と、試合を進めていきます。よろしくお願いいたします。はい、じゃあこちらにお越しください。マスさんのエルフェルドと FAB さんのポチャモキンの試合となります。Guilty Gear Exa. Who dares to enter the mayhem?さあ、FMB さんのポチャムキンとマッサンのエルフェルトは、マッサンは神奈川の方でプレイしてるんですよね、多分。神奈川の方はかなりレベルの高いプレイヤーがたくさんいるってことでね、あんまり外出ないんですけども、情報は割と仕入れているので、期待していきましょう。さあ、しかし、ちょっと大会2ラウンドということで、ちょっと硬いポチャムキンは、最初の終了者に出だし、あーっと投げられてしまう。画面中央、イビー、2S、前系からデコメイン、バックセプト、うまく回避。下の S、距離を取って、足支配さ、バンバンバンと、画面は G、足元に転がったところを跳ね返していく。足系からポチャムキンパスは飛んでいる。デコメインずれて、おっと、ガード、衝撃波とともに、さあ、怖い。ダブル、反射が乗っていたが、これはファイン助けられた。エースから空中ダッシュ、2敗スラーに対してポチャムキンバスターを振っていたような印象ですね、今のは。なるほどな。さあ、ショット、
滑り込み、エンゲスヒートをうまく捉えていく。さあコロ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 と転がって画面端突き上げて飛んでショットノートを爆してよけて耐えたがうまい前転ケアをする。一塁ヘームボタンを押した瞬間が無敵なのでうまく取れた画面端いいからこれはいいですね。うわあいやまだあるぞ、ゲージもあるし読み上げゆーぶんなっあそのまま掴んでいきます。一方選手は FAB ボジョムキン。さあ肘セット返していく、猫ピンを見せていきたいが空射直前ガード怖いですね。刻んでいきます、ハンマーホール出し切り。さあパインもこれはコンボパーツというか崩しパーツに使っていきます。めくりチャンスだよね。わあデコピン、あのすごい衝撃でコロコロコロっと転がるパイン相当重そうです。あ、はい、さあ先端ですがデコピンもねこういう風にはドンと目の前に出るので非常に厳しい。置かれているのをまあ高速に送っていきたいところが、ウォントライン前ハイスラー画面押し8系エンケレス EP 止めて投げて足が短くはないが届かない。うー直線ガードからモジョンキンバスターで割っていく。さあどっちを取れ、 PS 2S リスクゲージが上がっていく、ここは逃げたい。さあ逃げるのに成功し攻めていきます。あーポジョンキンバスター空振り、しかしワープンないマイビーノーリットタッチピーから空は飛ばないジャンピー、エコピン見せていくジャンピーから攻める、停止ガード不能、空中投げのマンキャンセル、ジャンプハイスのすげえ顔だポジョムキン勝ったのは FAB さんのポジョムキン、マスさんのエルフェルトはルーザーズ行きとなります。あれ書くとこ全然違うぞお前、ここが1でここが3だ、うん。じゃあ次俺のジョニーと、アイマン、じゃあお前実況できるか。Guilty Gear. Who dares to enter the mayhem? ワンピー側がアインさんの回、ツーピー側ジョニオスさんのジョニーということになります。開幕コインをダッシュ 2K で避けて。いきなり画面端、オッケー、コインがカウンターヒットして投げて、さあバースを使ってしまう、クッドファイナーから、これはスカル、さあ足払いから、俺のラン、さあ画面端、池から、さあ金 S、リッパーで潜って、リッパー当てて、2P から送らせに行け、さあ出し切れ、立ち合い。さあ、2円ハイスラッシュが強い、バークステも狩るぞ。さあ、どうする、マイピーがちょっと早かった、いい反応でしたが、バスを使って一旦距離離す、3-1キャンからガリガリ攻められるとちょっときついぞ、エンスカウンターからさあ、足払いに距離合わせてレッドアングル使う、さあ、浮き攻めはチャージ重ねして6回、さあ演出、あーこれは連続ヒットしてる、さあ殺し切った一本取っていくアインかい、さああとコインが当たってさあ演出カウンターなので3敗させてが連続ヒット、さあ3敗カウンターカウンター、さすがに2敗カウンターヒットしてしまうと剣風なので削っていい、サロモキャン使って攻め継続、出し切れ、さあとりあえず画面端から離れて、さあこれは3読んでからの口出し切れ見えている、3-1さあエースから足払いでレベル3、さあコインが当たって、さあレベル1、さあデッドラングしてとりあえず大きめは避ける、さあバーストキンバー当たって
あーゲージを吐いて投げてるのはジョニー、ダメハジでコンボを決めてちゃんとスカッシュやってて、コインがなくなった。これはミストファイナー搭載してちゃんとガードしている。バースト使って、あーこれはサインチをうまく空中で避けている。ミストファイナーキャンセルして避けて、さあどうする、さあ立ち、あーとこれは立ち合いカウンターじゃなかった、モータルじゃなく2敗が当たって1本取り返すジョニー、ジョニー搭載キャンセルしてましたからね。さあロッケカウンターから金 S からコイン立ち合い、立ち合いでさあ光る、しかし当たらないがジャンプ系、あーチャージスタン見えて空中出してガンガン攻めてますね、素晴らしい、見えている。さあセンスダメージしてるっていうのは非常に空中出し攻撃当たってしまう、ジャンプエースが当たってしまって、あーしばらくカウンターからサインチ、さあバースを使って使ったところで金 S2 杯ビーパーから拾い直して勝ったのはアインカイ。いい感じのバーストだったな。続きまして、よしくんさんのスレイヤーとふもさんのエルフェルト A 番台でお願いいたします。その後は太郎さんのポチョムキンとロイさんのソル、ホヒコさん、トゥーリオさんと続いていきます。よろしくお願いします。終始あなたのペースに飲まれてしまう。そう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 。キンバーストがね出なかったんですよ、あれは。あーけどミストファイナーレベル3だな。もう我慢して合わせるのがダメだ、打っちゃった方がいいや。見てから無理だし俺だと。さあヨシ君さんのスレイヤーとフモさんのエルフェルトです。さあスレイヤー対エルフェルト、このハイスラッシュがスレイヤーは割と面倒くさい雰囲気がありますね。 D 捨てでよく出るのかなと思ったら割と引っかかるので出し方が難しいですね。高梨追い込んで、うまい、確かに空中足にしっかり反応しています。さあ遠距離戦、ハイスラはねしゃがみ属性なのでどう見ても当たってるんですけど当たらないんです。ショットガンから、うまい、マパジ、ここはやっぱ10番強いですね。突き上げショットをガランのビビビビビ、おーマイカー、うまい、クシャがどうなる、あーこれはダメでいた。久保さん、あのタメブリッツからのコンボ連勝しているということもあるんで、これからちょっとタメブリッツが増えるかもしれません。怖いですね。さあうまい、エンクレスに前 B 立て前 K、キーネス、エンエスから一瞬待って相手の飛びを待っての前ハイスラですが、しっかりホルトがツフェンスをしていました。ただホルトはね、前ハイスラ空中ガードしたらだいぶゲージ消しますね。さあマッパンチもね、ちょっと通行止めなんですよね、このダメ足。ハイスラはだいぶ痛い、動こうと思ったら上でパインが爆発、パインが飛んでいる間はそのエルフェルトの銃撃にも気をつけないといけませんね。これでパインを爆破してダメージになります。おっとバイクバンガーバースを使っていきます。走っていく、じゃあはい、うおーやーい、うおー乗ったがペン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 と3フレーム3フレーム、それのなあの 8K1 段目がボン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 と出てるような感じですね。2ハイスラー TNS からポンと飛ばして落として、おおマジか、すげえ。これはびっくりしましたね。勝ったのはふも、さんのエルフェルトとなっております。おめでとうございます。続きまして太郎さんのご所持とロイさんのソルです。さあルーザーズがねまだありますのでね、よろしくお願いいたします。よし、じゃ あこの試合だけ実況したら行こうかな。この後ね、ホヒコさんと
トリオさんもお願いします。さあ緑色でもいいでしょうか。ジオン軍はまずね緑色の量産型を倒してからやっぱ本番赤い3倍のが来るっていうね感じですからね。しかし太郎さんもだいぶねいろんな格闘ゲームやってて読みがかなり太い通していきますよ。こういった日本選手太郎さんみたいなプレーは強い気がします。おおさあそして FAB さんはジャンプハイサラにやはりこれはやばいと。ハロさんだいぶねリエルがいい人なんであれなんですけどプレイスタイルは割と飛んでる時が多いので補聴器だからあんま目立たないですけどね。だいぶいい感じのパワー系プレイヤーとなっております。しかしこのジャンプハイスラー動けません。そう唐揚げにも 10-0 つけてるというね謎の情報が入ってきてますが、マイピさあ出し切れ。さてタッチハイスラージャンハイこの飛びがね非常に強い。ジャンハイ置いておくことによっても相手前出れませんからね。さあそれに対してちょっと早めにインクレスを振るんですがここはなかなかダウンにつながりません。ライオットちょっと画面足前に出たいが行く手を阻むこのジャンプハイスラー。うわーブリッツうまい。さあ徹底しています。厳しい戦いだ。ロマンキャンセルブリンガーからファフニーレ体力は残りません。勝ったのはロイソル念願の FAB 戦を手に入れたぞというところですが、さあ A 番台ホヒコさんのラムレザルとドゥーリオさんのイノ A 番台です。赤以外に入ってはいけない。恐ろしい。じゃあ俺と松さん B 番台でルーザーズいきます。負けちゃうと終わりなんでよろしくお願いします。いや赤以外は入ったらいけないんだよな。赤以外はな。さあジョニオさんが試合なんでちょっと変わります。ずっとね FAB さんが後ろでなんか言ってたんだよな。あれがさーみたいな。さあそんなことより試合です。さあトゥーリオ対ホヒコラムレザル。ホヒーじゃないか。ホヒーさて2人とも爆発力のあるプレイヤー。さあ空中投げなんという何か受信したのかな。中段珍しい。トゥーリオはね結構ガード硬いんだが BPP ジャンプハイスラからさあ投げていく。イノのターン。おーおー珍しいタックルでホイホイホイのバースト使うよ。ジャンプハイスラおー惜しい。しっかりノマキャン使って画面足に連行。いやだよねこのラムレザルの画面足は SS なんだっけこれは。しっかりダウンも奪ってどっちだ。おお読んでいたが続きがあった。一本選手はホヒコラムレザル。初段はね経験値でガードしたんですが2個目のネタはわからない。まあロイさんはね初段で崩れてるわけだが PPP シャガー P から押し付けていく。最近ねみんなあのコンビネーションをね強気に振ってくるラムレザルが増えました。お前のことだよホヒコエスで TMS から足払い音符重ねて。さあドゥーリオさんね今日の置き攻めはなかなかいつもと違う感じが見受けられるんですよね。いろいろ研究してるのかもしれないです。おおうまく剣を稼いでジャンプハイスラー P わーなんだなんだからのキンバースト。さあいつもとなんか見てる展開が違う気がしますけど S 手下しは音符で追い返して空中投げは健在。取り返す
プーリオイノ。さあ最終ラウンド、わあ痛い痛い痛いよこれは。画面端コンビネーション決めて、これで終わらないのがね、ダブルザル。さあどっち、今度は素直にまた裏、続きがあんのかなって思っちゃった。ジャンパイスラー下段さして、まだダウンを奪う。あーテイクダッシュが入った、火力もあるんだよイノア。画面端でしっかりコンボを決めて、コンプ重ね、テイクダッシュも取ってキニス。まあもう起き上がれないやつだよこれは。ジャンプアイスラースタンだけ奪う。わーうわー空中投げ、もう吉田に勝ったのはトゥリオイノ。5番がホヒコさん、じゃあそのままですね B 番内で押していただいて、太郎さんのもちろん金といつもやってる組み合わせが多いですね。 B 番内でお願いいたします。ではですね、こちらにずれて、加工さんのラムレザルと中山さんのジョニーゼロ回戦をお願いいたします。これに勝ちますとケロビーさんの弱王と試合となります。ハハ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 ハですね。あれシューティングスターに変わってるなんか弱そう進化したんすか。へえダメだ、興味ないわけじゃないんだが、あまりにもひどい返答だったマイケーミストファイナー落として、シングレス2敗から足払い、うまい。さあコインをラムレザルに限りましては、1ターン当てしちゃうとね、コインが変なダウン用紙になってすぐ受け身取られちゃうんですね。なんで、ラムレザルに2段当てないといけません。さあブリッツポパンとうまく決めて貼り付けて、画面に端バース読んでいく。バース成功率とかね、数字タウンで見ても気にしてもしょうがないですから、好きな時に打っちゃいいんですけど、なんか同じようなこと言ってたっぽいんで、あんま言いながらなんかをなんか2番選手みたいに恥ずかしいなと思ってやめときます。いいんすよバーストなんて、当たりゃラッキーぐらいで、当たらないバースト忘れれば 100% だ。あさあここで画面足、さあコインは当てずにオクネキュース、バックステップからミストコイン、あー心か心だ。加工さんはこの通り審議対すべてが揃ってですね心はバースト、技術は置き攻めそして最後の台はこのコパンダというところですね。さあブリッツ受け切れる体力がある、体力がある、素晴らしい。押す体力もありますね、体力なのか本当に。さあどうぞ、あっうわちょっとでかいな、下の方に反対が、おーちょっとステップ多すぎた。バースト当てると風邪ひいたって言われたミトさん、やべえな、ドカベンの岩木みたいになってるんですけど大丈夫ですか。ミストファイナー上段一線、画面端足払いからインハイスラー、うわーゲージがなかった、これはどっちだ。ラストアタックから助けて、おっとガードしている。さあしかしすぐそぶ動く、チャンス追いかける、追いかけるか、これはどうなる。ミストファイナーからコインがたくさん、あーコインがない。 FMB さん怒ってますね、これ釣りらしいです、わかるわかるわかる俺もさっき足払いミスキャンエンスでやろうとしたら足払い俺の出た、俺かっこいいんだよ、最悪ですからね。続きまして、メイマスさんのレイブンと太郎さんの土地向き B 番内でお願いします。助けて画面端、遠距離ですからダストラックキネスエンスキネス、こちらうわこれ多分俺の対応でしょうね。
ンテン。おお、押し込んだ。ゲージがた。うわ、最後は普通にスライディング。勝ったのは格好さんのラムレゾル。続きまして A1 内オルカさんのメイとタカさんのスレイヤーをいきます。最近ギルティね、めっちゃ楽しくてすごい対戦してるんですけど、段位がすげえ勢いで落ちてってちょっと泣きそうになりました。Guilty Gear Exile. かっこいい。まあ、俺は上がるまでやるか落ちるまでやるからね、心情なんて。最近何やったら真剣にゲームやってるんですけど、その切り替えがね、すごい遅くなったなってのがあるんですよね。試合終わった後にちょっとムスッとした表情がだいぶ続いちゃうんでダメなんですよね。笑えるかよ。あ、結構大変ですね。もうちょっとあれなんですけども頑張ろうっていうね。そうなんですね。さあいきます。オルカさんの目、あれ色変えたのかな、とタカさんのスレイヤー。さあタカさんが走っていきます。タカさんと DC 様がなんかツイッターでさっきやってるのちょっと見て面白かったですけど、さあ、あとは難しいですからね。うぎゃー、すげえ投げてる。まあ確かにマグロって面白いですね。マグロって最初なんかボムさんが言い始めたような気がするけど、うまっ。さあ赤いスター、シャカシャカシャカーっと自分で言ってました。やばいですね。最近ヘブンさんがツイッターもマグロになってるんですけどね、あの人リアルでもマグロで自転車こけまくってますからね、やばいっす。さあ早いマグロご期待ください。そうですね、懐かしいというかよくあるネタですね。さあルーザーは少々お待ちください。バチョーン、バチョーンからバンバンバシンから危ない危ない。スレイヤーだいぶね、いい感じに強くなってきてる気がしますね。はい、少しずつ昔のパワーを取り戻していく感じがいいですね。あれ、ダゴーン、はいはい、ホイールボンクからの足払いからのマイケー、キングス、マイピート返していく。点が早いんだね、キングスを何とか直下していきたいところなんですけども、さあ、2P、2P から噛みついて、パーハンチ回すよ、セーターシケイ。足長いですね。さあ、勝ったのはタカさんということで、この後金丸さんとね試合をしていただきますが、その前に最後の1回戦唐揚げさん、あ、最後の1回戦じゃねえ、唐揚げさんのスレイヤーとヤブのエルフェルト A バンドでお願いいたします。怪力に頼りすぎだ。強くなりたいなら学ぶべきことはたくさんあるが、まずはレディのたしなみから始めよう。レディのたしなみ、さあ行きましょう。 A1 内ヤブエルフェルト対カラーゲスレイヤーですね。さあ同じカラーでだいぶ動きが変わってくると思われますが、見ていきましょう。さあエース頑張りとパンチ浮いている画面足レイト、あ、パンチ切るキャンセル。さあここで 100% シュッシュッシュッと投げて、
チケスかして、ここはトンドトンに引っ掛けるところ、バッパンチ、キングス、エンクルスから、ここはデッドアングル返して、カシケンに、バックしてくる、ディスティールキャンセルですね。さあ、追いかけて、マイハイパイル、ダメージ、ニッキーからのマイピー破れ潰し、さあ、追いかけて、ニッキー、キングス、ここは漏れていますが、なんと投げて、ジャンプディ、押し返す、走れ、エルベルト結構ダッシュ速いな、やっぱ、こうやって見ると。フェイス痛めやすいミハイスラーショットショットなるほどバー対かマルチケッチといやらしいフェイスハイスラーグライダルから落としてキルキャンセルクエッチャーしこれはいけませんさあ構えて崩して投げて追いかけてうわいいやティーですすげえ俺は見えなかったマスクからさあチャンディージャンディーと追い返して NQS から立ち合いすらブライダルガードから画面端前へホイからレイト確かにマッポンシーグリストうわこれまずいぞパイルバッカーから立ち合いすら5番キャンセルドーンからグルメドーンからドーンからのガフからのドーンドーンやばいなドーンとかバーンとかしか言ってないはいはい戦って戦って戦い抜いてねいきましょう包丁何回している2件パッパンチキャンセル追いかけるジャンプリヒットここはダメなんですねおなまずいショットなんと浮いてしまった至近距離で当たるとショットが打ち込みますうわしかもこれはよろけ回復が引っかかったか画面端突き上げからのガフンから突き上げてブライダルショットガン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 から良い失敗ですがそのまま攻め継続投げを決めて画面端ポイント投げて 2P キングス投げしてから初代から爆発からショットは当たらないほら削り切りのルートか馬パン続けていく体力ドットしかし S レイは体力回復する段階ありますがコマード上げとなっております前系フェイントから投げて前系ガード切り返せるおーっとまずいやばい独身いるあはこれはまずいあれあるんじゃないかあるんじゃないかいやーバックスープカットなやべえレフェルトあごめんなさい原毛さんはですね、8番はまだだな、ホナとルーザーズです。で、0回戦上がりの、プレイヤー対戦していただきます。カッコさんもラムレザルとケロピーさんのジャックを A 番台でお願いします。この後、七夕さんとタカさんを試合をしていただきます。じゃあ、まずはケロピーさんとカッコさん、A 番台で試合です。スレイヤーさんが旦那様だったら、はい、カッコさん、はい、試合です。俺は常に自キャラ強くなってほしいなと思う人間なんですけど最近そうですねポチョムキンに有利ついてればロイさん何でもいいすごいですねトキの艦長欲しくなってきましたねトキの艦長とあと秀吉のねグレイブが欲しいですはい。あれ、なんかツイートす、あ、はいはい。あー、ムーミンってあれっすか、あれか。あれ昔のツイートで最近のツイートなんですね。なるほど、あのムーミンの FAB さんのオフ会のやつですよね。呼んでみただけってやつですよ。じゃあいつもの苦しんでる系のあれですねあれいいですよねあのムーミンすみませんそういえば私です使いやすいんですねアスキーアート変換組んでスクスクして使って遊んでたんですねさあ画面端にケロピンさんが追い込まれてトランシーグル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 ボーケルを離していきますラムレゼルの歩きがねマジエレガントなんですよねあんま歩かないですけどこのキャラ
常に空飛んでるかダウロでぶっ飛んでくるかみたいなイメージがあるんですけど、マジでモデルさんみたいな歩き方してるのでいいなと思って見てましたね。今日バパコが使ってたんで、だん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 イライしてきた気持ちがね、蘇ってきましたね。ギャギャー逃げさー、スタジオです、忘れない。さあ、画面上、この間の火曜大会で黒木さんの選択肢を敷いたんで、全部ここが厳しいぞ。あーっと、おー、これフラワーカーゴを決めていきました。勝ったのは、ハコさんのラムレザルとなります。クロビーさんはルーザーズトーナメントとなりますのでお待ちください。あ、行きますね。唐揚げさんのスレイヤーとケロピーさんのジャックを B 番内でルーザーズお願いいたします。そして、最後の1回戦、七夕スレイヤー対タカスレイヤー A 番内で試合です。あー、そうですね、お祭りですね。本人は、まあ当人たちはまあそんな気持ちじゃないんでしょうけど、中山さん次試合ですね。唐揚げさんとケロピーさんが B 番内で試合です。はい、じゃんけんお願いします。はい、そのままあれは PR の時かな、カズキさんと FAB さんのアスキーアートは、アスキーアートじゃないけど、あのジャーマンでタオルのやつ懐かしい。さあ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 、七夕さんとタカさんで全くタイプの違うプレイヤー同士の、七夕さん700戦やって248勝となって勝率がすごいことになってるんですけど、これほとんど多分カリンチョさんとの試合なんですよこれやばいっす。常にカリンチョさん見つけたら挑んで、カリンチョ許さないっつって入ってるんで、イメージ的には500試合ぐらいカリンチョさんとやってる感じでしたね。でそれ以外は全勝で、そう強すぎるよ、ね、うわー吹っ飛ばして、うわーからん、おー早いガード、うおークロスワイズ。さあ思いが一緒に駆け抜けそうなコンボになってました。すごいコンボ縛られましたね。いくらはパンチダーソーさん飛んでいきました。はい、なんと攻めていくのはタカスレイヤー、スパッパー足払いから置いている、持続がないですかね、めくっている、確かに足払いからどっちと分かんねえ、手がクロスバックスが前線になったって感じでしょうが、クロスワイズ後出しがもちろん勝ちます。ここは信じ切って打ち切りましたが、後出しがそのまま勝負にバイルバンカー、画面足前背投げ、こちらチャイス、カノマイピー引っかかって追いかけ、ジャケめくって引き抜けから、うわしゃがみプリッツ、ちょっと読みが、これは残らない、残るか、残るでしょうというのですね。あーなんだ、悲鳴が聞こえます。そりゃそうだ、中山さんのジョニーとオルカさんのメイ、2番台お願いします。うわ、すごい首刺さってパーイで、ここでバースト、シュ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 、はい、さあ S、はい、2位からの金エース、エース、どこにいる、投げて、いやー、捉えた、いけ、パッパンチ、投げて、キリガン、セルからパッパンチ、ケースが来い、ああ、神すぎた、体力回復、この証拠がいるの、体力回復が大きい、ピンバースト、アップなー、生き勝ったのはタカスレイヤー、七夕さんはルーザーズトーナメント行くとなりますさあ、それでは2回戦の方を進めていきたいと思います。まあ、2回戦っていうか準決勝かな、トーナメントの TKC さんのジャムとフモさんのエルフェルト A 番内で試合をお願いいたします。この後は FAB さんとロイさん、アインマンとツーリオさんとなります。スレイヤー戦は本当見るの好きなんですけど、やるのマジ苦手で、俺はもうちょっとアダムのスレイヤーとさら対戦したくないんですよ実はいや、ソルは最近少し体勢が、やっぱあのソルは初心者の頃に
ボコられた記憶がずーっと拭えなくて、最近やったそのセル第三形態ですね、笑いをベジータぐらいの強さを手に入れてだいぶ落ち着きが出てきましたけど、アサシン組得意って言ってるやついたらそれはもうマジでヤバいっすさあ TKC さんのジャムとフモさんのエルフェルト、この展開の早いジャムの攻めですね、こちらにまあ本当に接近される前にどういかにさばくかっていうところだと思うんですけども、まあこんだけ早いですからね、完全に近づけさせないっていうのは難しい、早いですからね、もう展開が本当に早い、キャラキングスクッションしてジャネスネクッと位置を入れ替えています。エルフェルト側は少し攻撃判定じゃないが、やられ判定が武器に、そうですね、やられ判定がちょっと増えているのでなかなか見極めないといけませんが、ふい、これ一応打ってくるところをバックセットで回避できるということなんですね、なかなか、え、マジで嘘、あらららららら、おむすびコロ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 ってね、転がってる間にガーフがポンみたいな、やばいですねさあ、ガメアジ、ああいう形のガーフもあるんですね、新しい、うわ、マジか、すげえ、ちょっと攻めたいが、痛い、銃弾はね、このゲーム、初登場ですからね、ギリギリ、ダウンを取って、アシスト合いますといったコメントがありますが、多分なんか、声優さんつながりなんでしょう、ギリギリ、伸びていく、この間合いがなんか、この合いに聞こえるってことでね、話題になりましたが、確かに。さて、鉄板切れ、連休ですから、距離を取れ、バーッと前に出るところ、ショット、止まっていくぞ、前ハイから、危ない、上海、あっと、スリーとかで当たった、そして、ロマンキャンセルから、2ハイから、これはどういうルートに行くのかな、すげえ、今日、ガーフプリックス、さあ、見えていました、ブリッツ、勝ったのは、ロマさんのエレベルト、すごい。久保さんのコンボの、ね、研究がやばいですね、コンボからのハメと素晴らしい試合となっておりました。それではお待たせいたしました、 FAB さんのポチョムギとロイさんの猿です。 A1 内、おっと 1P を譲るって感じですね、かっこいい言い訳をさせないと厳しいですね、七夕さん、もうどこに所属してるかがなんとなく分かってきてしまう。そうですね、ルーザーでいきましょう。ですね、吉君さんのスレイヤー、高畑さんのスレイヤー、なんかスレイヤー連戦多くね？じゃあ吉君さんと高畑さんお願いいたします。対戦カード行った時にエルフェルトがやったって言ってて、マジかよ。そうそう、試合の方見ていきましょう。うまい、やっぱ地上の技振りあるので、初代さんはかなりあの面倒くさいなって言ってたんで、このロイさんみたいにこの空中で相手にこの上を意識させて、ここから地上戦っていうのができると違うんでしょうね。スイート当たらない。さあ 2P はリターンこそ薄いものの低いものの、なんて言うんでしょうね、置き技として非常に優秀なんで、このように判定が前に出るソルに対してはだいぶ有効です。おお、うまい、アフニール、おっと何かが出なかった、ジャンプハイサラ、これはジャネスチャンピン、あーっとこれ読んでいく、まあ、ただコチョムギンバスターくらいより安いかなと思ったんですけど、安いのかな、惜しかった、危なかった、怖かった、当たっていたらどうなるか分かりませんでした。じゃんけんからタチケン引っ掛けていく、体力が逆転しそうな勢い、ねえコピン、チャンハイ直前が、あーっとファーストワン、怖い、
燃えそうですが、ここが空中投げ素晴らしい。さあここは着地にスラヘ合わせてバックステップで回避。バックステップにリスク合わせるのはね、本当に1点を目になりそうなので大変そうですね。さあここは着地にスライドヘッド 2K ニュース2S ガードからおいハイスラー危ない。デコピン発生前にジャンプス、ここは展開の速い空中ダッシュさしてきましたが、星野源馬さんからのジャンピーからの大きい攻めはバックステップ前ピン見えている立ち合いヒートエクステンド体力残りません。最終ラウンドバーストはねないのでどうなるかという、うわシャンパイスのヒートあそばいい。ここはセンター透かしてマイハイマイケーさあ投げていく危ない。ジャンハイヒットもっと空中投げさあバックセ今度は対応していく避けて上を見るあ燃えたジャン KSD うまい広いバースは我慢していきますが、うおーすげえぶっきらだジャンハイ K ジャンハイゴールか。ここでバースト確定バースト。さあ両者ともに何か通常のヒットからのあーくだけからジャンハイ捉えていきました。逃がしませんでしたね。上を見ていました FMEさんが勝利となっております。任務完了。さあ B 番内ですが、中山さんと唐揚げさん B 番内お願いします。そして一番最後の準決勝 C トーナメントですね、アインマンの回とトゥーリオさんのイノ A 番内です。マスさんと太郎さんちょっと今間が空いちゃってるんですけど、もう間もなく試合を行いますのでお待ちください。処理難しいですね。足払いの先端当てなかったですね。さっさっさアインマン。アインマンの昔の ACJ の写真が出てきまして、ちょっとちっちゃかったですね。うん、やっぱ若かったんだなみんな。テレサもちっちゃいし、うーん、大阪さんもやっぱちょっとちっちゃかったな。少しずつ大きくなっている俺たちは。でっかい人間に上を目指すね。さあリューフ、高田のババっていう立地がね非常にまずい。学生向けのね学生街だから安くてうまいカロリーの高いもんが揃っているんだよ。そりゃまあ、わーっとトゥリオさんも興奮しております。画面足イエスグリードセバー対空セバー。さあもうやってないグリードセバーないんです。 AC 時代何度もありましたが今打ってます。気持ちが乗ってますから当たります。ジャンエスさんですーげー歓声乗っている。デッドアングルからブリッツのタッチもありますが、おーっとーアインマンのタッチが切裂です。さあ上海イエス、ね、ハイスラがさあ岸から空中ダッシュ縦ケミカルから縦ケミカル2ピー拾ってポイからのさあシェイク受けて表現あー大木バックセット読んでいる。なんか結構早いな。タッチケあーしかなんか煽りのみたいなことですね。落としてジャンプに見えません。イノノはこの爆発力が凄まじい。比較的そのアホキャンがねなくなったり短いのが下がったっていうのもありまして、だいぶいいですね。多分状況判断とかは難しいんでしょう。ずーい痛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 い危な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 い、うー怖い。おっとなんか空調する。おーっとここ跳ねている。こちらチャンスからのデッドアングル前ハイからの2手足場が潜っていく。ケミカル
ジョイス、リーチが緩かった、ガムシ確かに、いや、飛び立ったアゼケミカルを蹴っ飛ばしていく、避けて、音符さよなら、ダメージをジャンディホルキャンを使って、着手を出すか、ジャンケーを捉えた、アインマンがしっかり対抗を決めてきました、素晴らしい。さてと、B 番内マスさんのエルフェルトと太郎さんのポチャムキン B 番内でお願いいたします。で A 番内 B 番内、あ、じゃあごめんなさい、 A トーナメント B トーナメント C トーナメントは次から、決勝リーグ進出をかけての、トーナメント決勝戦を行います。ふもさんのエルフェルトとカッコさんのラムレザル A 番内で試合です。でこの後は FAB さんとタカスさん、ヤブとアイマンと続いていきます。よろしくお願いいたします。でルーザーズはマスさん太郎さんが終わって、唐揚げさん七夕さんと戦ってもらいまして、2人に絞られましたら A 番台で負けトーナメント復活戦 A 番台で行います。どれ読んだっけ、ふもさんかっこさん、何かっこさんがいない、あ、いた、かっこさん試合です。カッコーさんがふもさん見たことにうわーマジかよみたいな顔してたんですけどね、多分ふもさんも同じこと思ってますWho dares to enter the main Ramazal Valentine。 カッコーさんもともと暗示使いだったっていうね話を聞いたんですけど、どうするんですか暗示、暗示なんか羽生えてなんか蝶々たくさん出てきてなんかオキゼメ仕掛けてくんないと戻れないんじゃないですかこれなんかあの竜が出てくるみたい、一撃の時のオキゼメしてくれるみたいな。さあ早い、1、2の3回から画面はじい、そうです今日は1回戦、0回戦、1回戦の負けトーナメントです。さあブリッツを取った、さあジャンディ、ジャン S、D か、ジャンハイ D か、おーっとかーフットーン、ボーン、ボーン、ガーン、あははは、 FAB さん喜んでるそうです。うわーっと投げた、学校さんが画面がドガーン、ガチョーン、まだ粘ったか、打たれてます。このショットガンやばいですよね、あの確実に殺しに来る気弾の打ち方ですね。はい、七夕さんじゃない、七夕さんだ、七夕さんと、七夕さん全部スレイヤーじゃないですか今日七夕さんと唐揚げさん、B 番内でお願いします。すげえ大会出たのに同キャラしかしないって本当申し訳ありません。普段やらない大会で進んですよね。だすげえ、いつもスレイヤー戦やってるイメージ。あーカットさん、画面端にバスを溜ましましたか、大丈夫でしょうか。ショットショットショット、うまい、あー長いですね、蹴り上げて大きい攻め、あとは剣に任せる形、あれね動きたくなっちゃうんですけどね、まず一回ガードしてから動くってやらないと割と引っかかりますね。さあパインを投げて貸して前ハイ、チョンフェを刺さるが急射撃、このフォローがうまい、ボクセこちらもうまい、おーっとブリッツ、そしてすぐさま相手が近くにいないとね判断したらすぐに出す、このチャージブリッツの使い方ねうまいですね。ミス、パーソン使って、おっと、この耐久ブリッツ、くるくるくるっと回って、ダウンを奪って、画面足、ゲージがない、ガンリピー、これは確定、前 P はガード、さて、距離を取ります、パインを投げて、早くばね、この剣を落としていこうというところなんですが、さあ、下の剣は引っかかってしまう、落としていく。入ったときにですね、ヒルキャスレッツ、さあしかし先ほど言ったようにすぐ出していきます、この辺の読み合いが強い、画面走り、ペン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 とバース読みつつ画面走り、あーっちゃった、わかります、今年は勝ったのはカッコーさんのラブレザル、
というわけで A トーナメントは加工さんのラムレゾルが突破となります。おめでとうございます。続きましていきましょう。 FAB さんのポチャムキンとタカさんのスレイヤー A バンダイ、この組み合わせ面白そうだ。さあロイさんの熱い応援メッセージが。ファーストだけ確かに。まあけどサミトさんのチップと比べますとやっぱ防御力は硬いですからね、そんなに心配しなくても端付近じゃなければ。またドラマだ、3席立っちゃったんですよ、大丈夫ですか。さあ勝ったのはカラゲさんそれ。じゃあ、この後ですね A 番内でマッサンとカラゲさん出演しますんでお待ちください。 C 番内 C トーナメントのアインマンとヤブの試合が終わったらお呼び出しをいたします。なぜサミットさんを引き合いに出したのか詳しくことはありますが、まあ、ロイさんが言うからもうしょうがないですからね。人のせいにして、おっと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 止まらない。おやっぱ人の奪わせない厳しくなってきますからね。さあ画面中落としてけどけおーダブルしなってしまった。おっと分かるない、まずいまずい、キリキャンセル、おおスライドヘッド通った。じゃあはい気にするタチハイスラーデコピン、タチハイスラー上を見てサボそう、あーやべエングスイートからのトリシューラー、死んだ。すげー格闘ゲームの絵面じゃないよね。ぐしゃーよっしゃー、無敵9ですね。アッパンチもアッパンチ、あーチャイスラー、続きは長いの置いておけばというところでしょうか。非常に発生テイクダッシュの怖いですね。ピンにそばげしくもあの距離で、さあ金パスをバックソフトから金パスでしたね多分。届かない冷静、ジャンディ2K から落として画面端シュッシュッと触って、あーバレしまった、パンパーンスパイル、ダジャイ2杯イエス落として、このダメージは狙ってるんですかね。なるほど、おーすげー、あすげー強化されてる、すげーすげー、ヘブンリー勝ったのは FAB さん、すごい。初めて見た。評価されてる。さあ FMB さん B トーナメント勝ち上がりとなります。続きまして C トーナメント、ヤブエルフェルト対アインカイ A 問題、しっかり評価されてますね。通常投げから死にました。まあ、通常投げから私ノーゲージで拾えるんですけどすごいなと思いました。いやポチョムキン投げても何も繋がらない説が。あの投げしても多分なんか保証金が揃いようってだけでも演芸当たんないんじゃないですかね。じゃんけんじゃんけん届く、足短いですからね。ジャンプハイスタで止まる。弱そう、まあ、ICPM つながりますからね。そうすればな、割といいの仕掛けて ICPM になりそうですね。さあアイン解体ヤブエルフェルト、アインマンはだいぶその何ですかね、全国出てるようなトッププレイヤーの一人以外との戦いだいぶこの落ち着いた場所がありましたけど、わかります、この間のエンさんとの試合を見てなんかエンさんにやっぱビビってるかなみたいな、そういうのはやっぱそのプレイヤーのねオーラがありますからね、感じ取っちゃいますね。横取りはいからスマイケースピードセール、ドーン、わかるんですよ強い人と対戦すると、それは本当にわかる。けどアインマンクラスもそういうのを感じるのかって思うとね、恐ろしい世界だ。ギルティギア、さあマイハイスラー、さあそしてアパレチューション見せつつ、
エンゲス、エンゲス、グリードエンゲス、ニハジ、おぉ、しっかり反撃している。手段立って、おぉ、トーフットしてー、ソール、アイビー、いきますよ、エス、エス、ハイサッシュ、側面ガードから投げて、チャージ、セッツ、いいバーストになった。さあ、こう、ロマンキャンセル、タッチ、ハイス、ベイパー、ニハイ、ドスコイ、ドスコイ、画面端からの着地が素晴らしい、勝ったのは毎回シートーナメント勝ち上がりとなります、おめでとうございます。さあ、そして最後の一人を決めましょう。敗者復活戦、マッサンのエルフェルトと唐揚げさんのスレイヤー、 A 番台でお願いします。それは分かります。プロスプロジェクトの銃、あ、お疲れ様です。絶対に負けられない試合というか組み合わせというか、そういうのがあるとね、分かります。携帯見るのもダメになるとやばいっす。携帯見やがってって文句初めて聞きましたけどね。ただ FMB さんが携帯見てるだけですけどね。めっちゃ喜んでますよ。ガッツポーズしてました。初めて見ましたよ、あれ。飲み会の席でしか見られないようなガッツポーズ。さあ、行きましょう。マッサンのエルフェルトと唐揚げさんのスレイヤーです。さあ、ルーザーズに寝落ちてしまいますと相当な試合をしないといけません。勝ち上がらないといけませんが、今日の試合勝ち抜いてきた2人の試合となっていました。マッサンが画面端、私も画面端でショットガンされました。ショットガン、ショットガン、貼り付けてロマンキャンセル、ショットガン、ショットガン、ショットガン、すげー減る画面線。これジャンプゲーム難しいんですけど、これ繋げることができればこの後の攻めが空白なものにワンチャンはめもといったところなんでしょうね。ダッシュ完成をつけたジャンプリー、拾ってジャンプリーで落とすといったコンボですね。エルフェルトはパッと見すげー簡単そうに見えるんですけども、すげー難しいっぽいですからね。コンボやだー、すごいファイルバンカーだ。もう今日集大成のファイルですね。今日のスレイヤー、ボーキャラさん勝ち抜いてくれた花田さんのスレイヤーを倒して、この敗者復活戦決勝戦というね、すごいことになってます。そのスレイヤーでしかやってない。ちょっと、さあ、ここはまあスレイヤー爆発力ありますから、まとわりつかれたらまあブリッツは面倒くさいんですが、ブリッツを読んだ時のリターンがあるっていうのはいいですね。うわーっと、早かった。なんか判定が発生する前に吹っ飛んでて面白かったです。で、タグルッカーもうまい。タスケーキインキレス勝ったのは、マッサンのエルフェルトということで、ルーザーズの勝ち上がりはマッサンのエルフェルトとなります。おめでとうございます。この後は、決勝リーグ発行ラムレザル FAB ポチョムキンアインカイマスエルフェルトチームで、チームじゃねえ、チーム FAB ではないです。で、行いますのでよろしくお願いいたします。ではまずは格好さんのアラムレザルと FAB さんのポチョムキン A 番台お願いします。この後は、そしてその後はアインマンの回答マッサンのエルフェルトです。スレイヤーさんの旦那様、嫌な雰囲気がする、優勝しそうな雰囲気がすると、あなた何者ですか。ロイさんがなんか嫌な匂いを感じ取ってるらしいですか。財布渡すわ。何なの。Guilty Gear。アイマン次試合だからマッサンとじゃんけんしといて。さあ、決勝リーグまずは始まります。 A トーナメント勝者 FAB 保証金、 B トーナメント勝者格好ラムレザル、この2人の試合どうなるでしょうか。まあ、設置権に対してですね、やっぱデコピンがあるっていうのがラムレザーがめんどくさいんで、そのね、まあ、うかつに設置できないところもあります。さあ、これは調べてる。遠距離レスに対して K コンビネーション画面端金ですから、ここはスライドヘッド。はい、さあ、ジャンバイさんのガード、うわうんま。さあ、出したわけです。すげえ冷静。さあ、上り集団、最近この上り集団の打撃が増えてもうちょっとどうしようもないですね。大きいキャラでも攻めないけれども当たってしまった。さあ、画面端バスを使って、うまい直線ガードが投げていく。カーチ系、ここバースト言うたか、ガイ危ないんじゃないか。うわーい、ピヨッタ一発目よりコンボ悩むところ、逃げす。ここは少しバースト悩みましたね。
設置にガイガンが刺さりました。マイキー、ここはダウンを選択。距離を取って剣を持った状態、この状態強く。ジャンピー直線ガードからジャンピー返して、キングス立ち合い、ジャンディーから、あーぶない、あぶない、がどうなる、ズワッ、あこれマスだ、早いすぎるもう今ねハンマーホールドアンワーでも耐えられない体力でしたからね、もうふっとけって感じでしたね。勝負をかけました。 4P 通していきます。これぞ格好ラメザルガード、マジか、トリシューラン、マジかー、よ次どうったらビヨルソースラヘ、いやただまだ全然あります。裏もカーゴ1、2の3、ジャディバースト、さあ今日のバーストは非常にいいバーストになってる。おーしたー、あの剣がね律儀に一緒に飛んでくの面白いですよね、これおっしょいみたいな。さあ開幕、こちら直前ガード、ジャンハイ止めて、ジャンピー D からの立ち合い、さあ空中足を先に置いていく、あジャンピーゲージがないぞ、あしばらヒット、まあそこはいい、あこれ最近ねこう恐ろしいですよね、あ心が折れそうだ、あ足は届かない、あるあるある、あ折れていない折れていない折れていないぞ、当たるか当たるか、当たった、画面端貼り付けてエンゲスダスト1,2 の、さあ奥星は何を選択か、足払いリターンの高い選択肢に通していきます。いってぇぞこれ、次どっち、距離か、距離だ、どこに当たってんだそれ、バーストおーこれはエクスプローダー逆転、すごいですね、バーストの使いどころが難しいコンボを決めてきました。格好ラブレザル大逆転勝利となっております、おめでとうございます。続きましてアインカイ対マスエルフレット、つうかなんか当たっちゃいけない技がめくりで機能してたんですけど大丈夫、あれジャンプ系だよねあれ多分、それでもあなたの勝ち、腕力でいいの、すごかったですよね、鼻蹴っ飛ばしてもらうよギルティギア、あそこまでいったらポチョムキンとか関係ないですからね、まあ割とどのキャラもあれもう無理ですから、やばいですね。さあ行きましょう、アインカイ対マッサンのエルフェルト、マッサンとは今って結構やってんのかな、わかんないけど、神奈川の方ということで、さあどうなるでしょうか。おうまい、非常に攻めがうまいエルフェルト、こういったイメージですね、今日何戦か見た感じ、前もちょっとちらっと見たんですけど、下がり足背負わせて、もう AP ゴルフ、おーいけんかー、バーソー SKS ハイスラッシュレーザースラスト、痛いセイクトシェルビームからのマイビーケージが削っていく、ここがで2ハイスラ、いい判断、ベイターチャンピオン置いておく、チャージからあリーグ戦です、 FAB さん中山さんごめんなさい、高倉もちょっと待ってください、今日うどん第一のうどんですねなんかドラクエ3みたいなうどん屋さん美味しいです、さあ、そういったのチャージ、リピー、リケ、マイケ、キンス、あー、マイハイ、おいしい、うわー、爆発の中からアインマンが生まれましたね、うわー、すげえ、グライドル、爆発、スタンエッジは炎属性だった、なんてね、ガメアジー、どうかー、このショットガンかっこいいな。さあ最初ラウンド、パシュエとか打ちようなタイムか、前ピー、さあ前ピーでだいぶダメージを稼いでいますが、効果にスイット、ダメージマイハイスとかの恐怖、足から寄りてくが、チャージが出ない、痛い目にジャンプ、
おーおーおー、さあちょっと運が高いか、うまい決勝投げ、爆発はコンボになりそうだ、いいタイミングだった、ジャンプリーからのパイ投げてベイパー打っていったか、そしたらブライザルショットガンからのパイ投げてスン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 と急い距離を離したい、うまいバックショット、しかしここはジョブヒットダウンを取ることに成功、前ハイスラッキングスマイケから 2K 足払い、さあこれバーストショット、危ない動けるか、キングキャンセルが2P は届かない、さあここは正念場止めるか、飛んだー素晴らしい、しっかりとしていきました、勝ったのはマッサンのエルフェルト2チ。じゃあ勝ち負けでいきましょうね、じゃあマッサンのエルフェルトは連戦でいきましょうか、A バンダイで今日ね、最初試合をしましたが FAB さんとマッサンのエルフェルト試合の方をお願いいたします、エルフェルトウィン、カイさんが旦那様だったらって再会じゃないですか、もうこれオーバー、ギルティーギアエグ、さあ行きましょう、ジョイヤー、エルベルナ、エルベルナ vs ジョイヤー、行きましょう、あら FAB さん無限の可能性がついてます、勝負いいっすよね、さあ1回戦の試合から、さあ決勝戦で再び試合となっています、デコピンがピョンピョンと跳ねる形になりますが、スパインのおかげで安くなってますかね、状況的にもデコピンは吹っ飛んじゃいますからね、さあ排射戦なんかこの距離が空中足に技を置く形になってます、ただひとたびこの処理を間違ってしまいました、ここで、ね、あれ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 やべえな、今ハンブレハンブレからの SIHPM すごいですね、ちょっとデコピンはこの判定がそこに目の前にもう一人の補助金出してるぐらいのイメージですね、もう判定が多分補助金ですよ、ただ足元はすごいちっちゃいみたいですね、補助金の胴体くり抜いて置いてる感じですかね、イメージ、もう一人のボケって言いたいだけやんなんでそこで息が合うの、気持ち悪いの、歩く、うわー強いですね、まあ、ちょっとしたペルソナですね、ジャンク D からうわー見えない、うわーっと総裁から2ハイスラー、ただマッサン負けていません、2ハイスラーよくで、ダッシュハイスラーバック、うわージャイアニズム燃えている、ダブルで燃えている、ジャハーン HBM 厳しいゲージがない、バーストもあります、ぐーっと見る、いやー逃げて、さあここは落ち着いていきたい、いやーポジョブキンだー、はいはい、マジか、何そのコンボ変なつながり方したようにしか見えないですよね、さあなんだ実戦がコンボムービーですね、FAB さん勝ったのはポジョブキンです、素晴らしい、確かに飛び込みは遠くから攻撃も届こう、じゃあ続きまして格好さんのラムレザルとアイマンの回、FAB さん 2-0 で勝利かな、でマスさんは 0-2、 そうです、さあ来ました、今アイン回 VS 格好ラムレザル、この組み合わせは面白い、あ今が先制できればだいぶねそのまま気持ちよくいけそうな感じですけども、さあ格好さんの、そうですね、うーやっぱ来ましたね、強気に前ファイブ連戦さばいていきます、お格好さんの防御うまくすげえガンダッシュ迷ったら当たりますからね、
やったら負けます。投げていく、画面端、うわー出せなかった、これラッキー。チャンス、うまっ、すごいですね、攻めが尖っている。ケーランタグ、あれは痛いですからね。1、2のさあ、うまい、飛んできた、いい感じの方向選択でしたが、取った、まさに危ない、どうする、飛ばれたらかなり厳しい。ジャンディ、ここからもジャンディ欲求がかなり機能しますからね。さあ直線ガードから投げてゲージはマックス。さあ相手がスペシャルじゃなかった、あっマイケンから、これどうなんだ、飛ばれたら目指したいぞ。そうですね、まず剣が来るのでそれを嫌がってダッシュするんですが、そこにジャンプリーを置くというところで、ああいった状況で非常に強力やっぱりダメだったってさんまさんの声が聞こえたんですが、何か事件が起きてしまったんでしょう、ベノムに前手から画面端、試合よりもさんまさんの悲鳴の方が気になってしまったさあ前 B に入る、ベイパースラストキングスに入るぞな違いありますねやらないよりかはっていうところでしょうねさあ、止めやすい、うまい、ジョンケ、あーっと、バースト、ちょっと早いが、マイビー、クジャンケ、うまいですね、このフォロー、中段ガード、剣、中段、うわー、当たってしまった、貼り付けた、ペン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 、ガラードン、落として、で、トンクル、ゲージがあるので、ちょっと怖い、うわーっと、ジャンピ、上から押さえて、ペン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 、ガラードン、ティンバースト、うわグリーンの攻め、ダウン取れるか、うわ最後またグリーンの攻め漏れてしまった、多分ファジージャンプが漏れちゃったんでしょう。勝ったのはカッコウさんのラメダル2、2、1だよね。あなたの方がダメージは大きい、ちゃんと回復に専念ではアインマンが連戦で FAB さんとかな、意味がなくてもあなたには引力がある、それこそが私の違う、ゲームオーバー、応援したら気持ち悪いじゃないですか、まあ今ツンデレですからね日頃の行いっすあ、そうか、なんでかな、対戦で FAB さんだったんですね。さあ、忘れてました、FAB さんのポジションとアインマンの回、最後の試合となります。FAB さんですが、実は 2-0 で勝ってるんで、この試合もワンチャン 2-0 で勝つと、その優勝の可能性がね、ぐっとこう、近づいてきますね。格闘さんも認知にしてきてますんで、この後の試合の展開次第ではあります、大事な最終試合となっています。さあ、アインマンも、おお、これ。ここはね、踏ん張っていきたい。さあ、うまい、エンゲスからリッパーバーストを警戒しつつ、さあ、しっかり綺麗なバーストを合わせていきます。ケツ、刺さった、ケツが刺さった、ちょっとやばい感じの言葉を使ってしまいましたが、画面中央から端、ジャンハイ、ちょっと早めに重ねて呼んでいた、飛ばして画面端、あーっと、これはまずいぞ、端を背負って、うわー、すごい、しかし2敗さら逃がしません。これハムホールってもエガフィス打っても飛びにも引っかかる、すごい万能でしたね。だいぶ地上ではかなりリノとかもこれにだいぶ苦しめられてるみたいですからね。さあ投げている、捉えた、素晴らしい、ポジションキンバスターからちょっと早めのジャニス、いやなんか、あ、飛んでいる、あ、しばらくからチャージ、マジかー、そういえばそうだった、トリシュラダスト、
ちょっとこれは炎から手が出ていたんで見やすい方ではありましたが、しっかりガードしましたが、ただやはりこのデコピンすごい判定です。おっと3敗、ここは顎を吹っ飛ばしていく形、デコピンのタイミング合わない。この少ないダメージが蓄積してね、後半やっぱ下になりますので、なんとかして返していきたいところでありますが、前段返すのはやっぱ難しい。リードキャンセルしたかった感じでしょうか。ガード硬直しようになったら5番キャンセルになったような気がします。さあ前に出て強気完成したら炙り潰し、さあバックステップに前範囲気合いに入った気がするから、足払いスピッツとスウェールからフリー乗せます。これはバーストもあります。バーストライトザライトニング、勝ったのはアインカイ、最後で粘りを見せました。10年の勝利、いい勝負でした。ロイさんの応援のおかげだということですが、さあ行きましょう。カッコーさんのラムレザルとマッサンのエレフェルト、カッコーさんがこの試合に勝ちますと優勝となりますか。次はその進化と手合わせ願いたいものです。バカ野郎、最後までわからないもんなんだよ。最後に勝った時なんか100点入っちゃうかもしんねえだろ。ん？ある、点差あるよもちろん。うん、ギルティギアエグザ、 Who dares to enter the mayhemこの組み合わせも楽しみです。マスさんのエルフェルトとカッコーさんのアベザでどういう勝利になるか。 OK です。そうですね。さあジャメスからおーと投げていく、キンエス投げしてみるでしょう。バーストヒット、これは空中へ捉えて走りがジャンピー、こちらも前に出ます。画面ハージーに貼り付けて空中ダッシュ、ピンですから剣、これはデッドアングル、ごめんなさい。あちょ、これはちょっとひよったところに一応なんか刺さってしまった感じでしょう。トランジー、さあ体力残りそうですが、次の順は着地下段、ラブレザルンは強いと思うんですけどね、やっぱ最初がちょっとすごかったんで、やっぱあれと比べちゃうとっていうのはあると思うんですよね。さあ亀梨、最初からこれだったらどういう風に思われてたんでしょうね、ちょっと難しいところです。多分ジョニーも多分一生強いと思うんで。さあ亀梨食べたか、ジャンプ D からエンジェルス、いいですね、素晴らしい判断です。最終ラウンド、うーんと当たらない、うーんと美味しい、これあるぞ、ダメージ、さあこれは打って溜めている、削して突き上げからのショット、ショットあるぞ、どうする、どう締める、あーちょっと迷った気が、選択肢が多いのも冥王のダストバックガード、しかしこれはねガードさせたときまだダブルから避ける、デッドアングル読んでいる、バーストは対策、画面がっちからのこれは残るか残らなそうか、ったのはカッコーさんのラムレザルということで、文句なしの参戦全勝で本日の、11月17日木曜シングル大会優勝となります。おめでとうございます。すごいですね、やはり親知らずを克服したね、カッコーさん強かったということで、親知らずをね倒したというか、もう敵はなしと、これからも頑張ってください。まだ倒してない、いやー親知らずにはまだ 10-0 つけられているそうなんでね、早く消去してもらわないとということですね。はい、というわけでちょっと親知らずはマジでやばいんで、しっかり病院行ってください。というわけで本日のシングル大会お疲れ様でした。この後は閉店までね、A 番台は後で配信